今回は、僕がお正月にですね、必殺仕事人を見過ぎた影響でサブタイトルがレガースを履いた侍ということになりました。今プロレスというのがですね、もう一度大きなブームになりまして、さまざまなスタイルがある中でですね、一体自分たちが信じるプロレスはどうなのかというのはもうすでにパーフェクトのプロデューサーとして、ここの1年で365日ほぼ毎日ドキドキして、自分も実はこのスタイルじゃない方がいいんじゃないかな、長生きできるんじゃないかな、いろいろ考えるんですけど、ただどうしても諦めれない、その気持ちが多分当時の侍さんとかと同じなのではないかと勝手に思っております。長い試合も大変だと思います。プロレスの大事だと思います。でも一瞬自分たちの武器を、調整を、レスリングを、投げを、刀に変えて一瞬で相手を仕留めることもまたプロレスの大事だと思っております。このスタイルを信じて今日も、そして今年も頑張っていきますので、ぜひ皆さんの熱い応援よろしくお願いします。実際に、自分もユニットで目指してたんですけど、大学4年の卒業間近に調整しに行くまでしてたんですけど、ユニットで昨年その時に警察官を受けて、できればね、また自分の夢としては、ランプを履いてやってみたいと思います。じゃあ今回オファーをさっき諦めたって言ってたじゃないですか。でもまだ自分は生きてるじゃないですか。こんな強いじゃないですか。じゃあ今からだって遅くないと思うんで、ぜひ次レガースつけてハードウィスクのリングで試合してみませんか。